さあ前回の続きからやっていきましょう。ノーウェアね、行っていきましょう。ノーバに平行な仕上がって、そんなにあいつらが大事か。リスペクトだ。あの青ずくめどもにできんのは、アクセク働いてる奴らを逮捕して馬鹿げた罰金を押し付けることだけじゃねえか。実際そうだろうが。あれ、ひび割れたとこあるじゃん。人の気も知らねえでよ。いざノーウェアへ。あの二人来ねえのか。ワープだー。に位置する宇宙港にして最高のブラックマーケットがある場所。あと絶品ヌードルもある。一体誰が言い出したんだろうな。おい見ろ、セレスティアルの塔が宇宙を漂ってる。穴掘って住もうぜなんて。脳の組織目当てでしょ。ものすごく貴重だから。で商人が来た。あとヌードル。コスモとやらは信頼できるのか、ピーター・クイル。そりゃ警備主任だしな。ノーウェアのね。だからこそモバとも深い仲のはずだ。後ろのやつなんだ。エイリアンの頭みたいなの。ザロックの剣を知りたがる。ボーリングの球か。あいつら何してんの。悪巧みだろう。あばよこのクソ野郎ども。え、行かないの？行っちゃうよ。ロケットとグルートは本当に出てったのか。ああ、そうみたい。どこ行ったかわかるか。最後に話したのはあんたでしょ。だな、ロケットはカンカンだった。本当だ、いねえわ。これも更新されてるわけじゃねえもんな。出てくの早くね。ところでドラックス、どこで酒を浴びるかもう決めた？いやまだだ。マントロノはどうだ。あー、アラズバーはどう？あそこのエールはマントロより弱い。ルースの間いい子にしてろよ。帰ってきたらグルートに風呂に入れてもらおうな。背伸びしてやがる。お前の言った通りだよ。あいつらは信用できなかった。いや、木のやつがネズミを悟すかもしれん。残ってくれてどうも。私もコスモに会っとこうかなって。よし、行くか。ゲーム版のウェア。まずはコスモに会って、それから気晴らしでもしよう。わお、コスモは話を信じると思う？前も言ったけど、長い付き合いだ。それにも耳にしてるかもだし、噂の裏付けになりゃ金一封くらい出るかもな。なんだあれ、でっか。ノーウェアドラマに。何この人。結局その呼び方に戻ったんだ。事実を述べて。どうなってんの。だったらあんたは大量殺人鬼だね。うわ、あんたの手の変な宇宙人っぽい。なら船を降りる前に洗った。早く裂け目を見たいな。だっていつかはみんなこの深淵に飲み込まれるのよ。え、どうやって喋ってんの。でもさっきの質問に答えていないぞ。え、何？ネズミは相棒の木とどこかで飲んでいるのではないか。そんなユニットないでしょ。あいつが感情を払うとは思えん。コルセアの風。これ？ロケットとグルートはどうする？
どうする銀河館高級クルーズ船追いかけてって戻ってくれとでも頼むのか謝ることもできる謝ってどうにかなるかなロケットが戻らなかった場合ノバトラッカーを外すプラン B を考えないとなぜだ罰金を払うのではなかったうん罰金は払うつもりだそれには新ザンダーに行かなきゃだけどわざわざ足を運んでやっぱりダメだったらブラックマーケットで誰か力になってくれるはずかもなでもコスモはノバとつながりがあるそっち経由で払えるかもノーウェアそれじゃあ荷物を受け取ってほっノーウェアに来るときはいつも仕事絡み。あれ。たまにはのんびりして。話せるじゃん。お酒、ギャンブル、裂け目に飛び込む、何でもいい。あれ。とにかく楽しい。スクラル人かこれ。俺にとっては敵を倒すのが一番の気晴らしだ。それもいいけど、他にもある。見てたぜ、兄ちゃん。M クラスだって珍しいな。ヨンドゥが引退してからは初めてだ。ヨンドゥは知り合い？ずいぶん昔のことだけどな奴がキルンにぶち込まれる前だ手下が反乱を起こしたそうだなああいう生き方をしてたんじゃ無理ないさヨンドゥは捕まってんのノーウェア上には登れねー特定の場所やドラックス何乗ってんのおいドラックスその上乗っちゃあかんよ意外といいこと言うじゃないドラックス俺にどうしてコスモはどこにいる市場の向こう側にあるタワーのはずあいつはそこから町を見張ってるんだくるくる回ってんなどうもどうもコスモに用があるんだタワーにいるかいそのはずです道はご存知ですか一番真っ白です。ありがとう。ああ、いや、大丈夫だ。あん、どうやって喋ってんの君。ずいぶん聞こえにくい声してんだな。マスクでモグモグしてんのか。よし、レッツゴー。この下から行くの？ノーウェアどんなとこだろうな。楽しみだな。コスモに会うのが楽しみだ。しばらくぶりだな。二人の誰様は？ヤスモチタウリに捕まっていたのか。いや、出会ったのはここだ。まだラベジャーズにいた頃。不埒な人殺し海賊か。ラベジャーズは戦争中にいいこともしたよ。利益になるなら、野良犬も行儀よくするものだ。未来を見せる。人のこと言えないでしょ。サノスとの戦いでどれだけの血を流した悪いことをしてたのは過去の話だ今は正義の味方だろそう私たちはイコールヒーロー誰も雇ってくれないけど荷物から目を離すなよこの辺の奴らはちょっと行動派だからスリが多そうだね未来が見えるって口だけのがたくさんな他の星でも味方すまん何て言ってるか分かんない大体の銀河でもそれに大体ってか分かんねえわ宇宙人ってもっとウニョウニョしてると思ってたどうも占い師ちょっと君何スリかなんだよ後ろについてきて怖いんだけどそいつは誤解だ絶好調だからあれ目玉一つこういう場所がそこら中にあったカードはお見通しだユニット次第で過去や未来を教えよう心配事なら間に合ってるよなんかいいもの売ってんじゃない未来をすると狂気を知ることだという昔占い師に見てもらった時俺の未来はジェットコースターだって言われた当たってたじゃんだなあの時は真に受けてジェットコースターに乗ったけどちょちょちょ何をしてんの？サタクの予言、サタクの陥落を予言しなかった。サノスの行動は予測できない。狂気のタイタン人はその全てを償うことになる。奴は死んだよ。死んだから戦争が終わった。これ薬。本当にそう思うか？思ってなかった。最初はね。でももしサノスが生きてるなら、私を取り戻しに来るはず。
生きてんのかな、サノスさん。あんた知ってるよ。ヨンドゥの仲間のスターロンドだっけ。うちの連絡であんたの悩みというのは解決したかい。ああ何のこと。連絡なんて知らないな。ごきげんよう。どうやら初めてのお客さんだね。これが連絡。飲めるものじゃない。いやいや見てるだけさ。どうやって使うんだろうな。ビラーズホイール、ノーウェアセキュリティが封鎖中。シアーの灯火。ねえ、ガモール。あれ、マンティスじゃん。マンティス？まだ自殺したいって思う？え、まさか。チームなんか意味ないって言ってたのに。あ、サンロードだっけ？ロックスター？スターロードだ。どのバージョンにあったかすぐ忘れちゃう。例のちゃんとやった。例のとは一体何だ。わからない。どうも、はじめましてかな。あ、ダメ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 、そんなの。あ、かわいそうに。違う、嘘。うん、あ、もうコタティが根を張る場所で破られた故郷の約束が蘇る。忘れないで。マンティス、どういうこと？大丈夫？あ、あれガモーラ、今日は落ち込んでなさそう。ありがとう。気にすんな、みんな最初は戸惑うんだ。セレスティアルマドンナ。ああ来た。なんかすげえ衣装。来てはいけません。私は今ここにいるべきなんだよ多分。ん、うん、合ってる。ここでいい。もう遅い。うん、今でいい。あれ、なんでいるの。聖域を離れてはいけません。危険です。原価に不穏な影が迫っています。むしろそうじゃない時ってある。わかったよ。またそんな顔して。会えて嬉しかったガモーラ。スターさん、緑の人。それじゃ。ところでガモーラ、マンティスと仲良さそうだったな。ちょっとね。そうか、それだけか。そんな女って言った。そんな優しい言い方初めて。イータークイルと約束した。お前を仲間として扱うと。みんなから分かりやすいって言われない？分かりやすいって何が？そのマンティスが言ってたことなんだけど。マンティスはいろいろ言う。最初は意味不明でも後から分かる。虫女は妙だった。あいつの話をしたくないのは分かる。マンティスは変わってるけど悪意はない。俺はそう思うけどな。どうも。変わった服装だね。強そうだ。マンティスはシアーズスクエアに店でも出すのか。マンティスのやることって、これが宇宙のハンバーガーか。能力者大会とかヌードルを食べに来ただけかもね。このバカでかい頭が崩れずにいるのが不思議だよ。なんかやっぱスクラル人に見えるよな。たまに思うぜ、ノーウェアがバラバラにならないのは下劣な癒着のおかげだ。あれ、何だったの。下劣な癒着でも特別性ナノ樹脂よりマシだろう。未だにブーツにこびりついてる。あんなチビの毛むくじゃら。チビの毛むくじゃら、もしかしてロケットか。先に行け。え、どうして。お前には関係ない。構うな。どうしたってんだ。ドラックス、気をつけろスター。でかお前こそな。あれ、ザキ野郎、なんか見たことあるぞあいつ。なんだあいつ。アモラ、アモラ、あれ迷子になっちゃった。一人で行けってか。
みんな自由行動これ。お前自由すぎだろガーディアンズ。ワームホールゴミ箱なんかね、こっちに黄色のやつがあったんだよな。これかな。おお、なんかいる。こんにちは。秘密を知りたい？私はただの幻、幽霊なの。本当はここにいない。マジか、本物にしか見えない。本当に？もう一つ秘密を知りたい？大きなことが起きてるの。すごいことが。詳しく聞きたい？俺を騙しておごらせよってんならそいつは無理だぞ。なんだ、幽霊じゃないのか。前俺が待ってたやつじゃない。邪魔だぞテラジン。あれなんだ、ブルートっぽい。うん、なんかすげえヘルメット。骸骨か。さっきのでかいやつなんかのキャラクターだよな。なんだっけ名前。おい待て、よくも仕事ばっくれたな。金を返せ。人違いだ、俺はあんたを知らない。お前は前に仕事したやつとそっくりだ。イケメンだったんだな。気のせいだよ。ギャラログマントロ、なんか最後荒ぶってるけど。幽霊がやたらうろうろしてるな。何かが呼び戻してるんだ。やばいもんはいろいろ見てきたが、幽霊どうだかね。今にわかる、みんなわかる。もうじき幽霊であふれかえる。もうなわけないだろう。酔っ払ってんのか。どっち行こうかな。一応左で見るか。行き先は右を示していたんですけど、何かあるかもしれない。ほらね。ん？なんだここ。ジュノスパーツサービス。いろんなパーツがありそうだ。大体のものは揃ってる。もちろんメンテ済みだ。戦争が終わってこの方、新しい装備なんてそうそう入らんぜ。ああ、お目当てのものがあるのか。ノバの追跡装置を取っ払えるようなデバイスとか。セブン・エイ・トゥエルブシリーズか。それとも 2G2? いやあ、違う、あれ廃盤になった。そうだ、どのタイプにも使える優れものがあるぞ。え、1500ユニットで買えるの？本当に使えるのか？やっぱりうちのメカ担当に決めさせることにするよ。戻ったらだけど。まあいつでも連れてきな。やっぱこういうのはロケットが詳しそうだからな。ぼったくられていったりしたら大変だ。ロケットどこだ？あの黄色い卵みたいなやつなんだ？わっ、あれはコレクターか。コレクターズポリウムエンポリウム博物館だって。コレクターの博物館だ。気になるな。特別扱いはしないからな、テラジ。それはどうだろうな。俺とコスモはマブダチだ。コスモはお前を知っている。その逆はない。宝くじ、宝くじだよ。宝くじ、今の大当たりはなんとざっくり500万ユニットだ。なんかお金か、無駄なお金を使わせて来ようとしてんな。ちなみにまだまだ上昇中。500万ユニットだって？それだけありゃ借金も返せます。コレルの罰金、ミラノの修理、みんなにボーナスも出せる。さあどうです、一攫千金狙っちゃいますか？当選発表は、当選を確認する際はぜひノーウェアへお戻りください。確認が済みましたら
多額の確認手数料を差し引いた上で当選金が口座へと振り込まれます。多額の手数料当たってもすぐ受け取れないのはちょっと困るな。やめとこ。いや怪しいもんな。まあ買えなくはないけどね。ちょっとコレクターの博物館行ってみようぜ。どうぞお構いなく。チケットが見当たらないんで探してるだけです。手伝ってもらえたらそれだけのお礼はしますがね。ああその手は食わないぞ。昔ひどい目にあったんだ。引っかかる気がねえなら消えな。カモどもが見えて逃げちまうだろ。本当かよ。お前カモ探してるのかよ。うわー何これ。あーようこそようこそいらっしゃいました。幸運な旅の方。ここは輝ける素晴らしきエンポリウム。タニリーア・ティバンのプライベートコレクションにして銀河の不思議を一堂に集めた至高の博物館です。普通ならお宝は厳重に保管するもの。しかし寛大であられる我らがティバン様は庶民の皆様とコレクションを共有したいとお考えなのです。そうそうツアーに参加されますよね。ね5000ユニットもすんのこれ高くない。遠慮しとく。変なものなら最近結構見たからな。おやさようでございますか。ではさようなら。ごきげんよう。お達者で。なんか安くチケット手に入る方法とかないのかな。何があるんだろう。銀河一のお土産を多数取り揃えております。ちょろっとチラ見できないかな。来館記念にユニークな贈り物をどうぞ。見えねえわ。一旦戻ろう。無駄金を使って罰金払えなくなったら元も子もないからね。え、使っちゃったのってなるからな。あれはなんだ。職を探してるなら採掘リグで募集してるぞ。ここを維持していくためにも誰かがやらなきゃいけない仕事だ。悪いが間に合ってる。通常部品、ああごめん、ちょっとどいて。これはなんだ。え、25人ユニットじゃん。ミッドウェイは読み飽きたなら運試しはいかがです。もしくは腕試し。ボールを当てれば賞金ゲット。でもこれ絶対勝てないようになってるんだろう。どうせキャプテン、キャプテン、我々をそこらのチンピアと一緒にしてもらっちゃ困ります。いかなるペプンもイカ様もありません。インチキじゃないんだな。ではこうしましょう。試しにリスクの低い賭けをしてインチキじゃないことを確かめる。いかがですか。いやそうやって釣り上げてインチキするんだろう。分かってるぜ。ハネムーン中のやつでもカモにしてろ。カモだと。ふざけんな。財布の紐を緩めて出回してこい。ケチくせろ。ほらね、本性表しやがった。さあ、ちっさらくちゃら。鼻がいいんだな。俺には脳みその匂いしかしない。あっか、足引いてたらもうしばらえさ。ノーウェアじゃ苦労が多そうだ。なんかいろんなものがあるね。何これ。おお、スロットか。当てられたらこいつはでかいよな。どんなスロット。ダメだダメ。そんな無責任なこと。ガモーラに見張られてたら怖いし。いや本当は使ってみたいけどね。切り刻まれてゲームオーバーとかありえそうだ。背骨っぽいの何。マクリルの、マクルの花、花なんだあれ。コスモのセキュリティタワーね。
ここはなんだ、落書きされてるけど、ストリートアートかな。うわあ、何この下のやつ。いやーすごいね、宇宙ってすごいな。なんか戦うところ、ここ。お、なんかあるじゃん、いいものゲット。ここは開かないな、上か。ほんとガーディアンズのその世界観というかさ、あの映画の世界観まるっきり一緒だね。コミックもこんな感じなんかな。セキュリティタワーはこっちかな。これか、セキュリティタワー。セキュリティタワースピリットツリー、未分類の有機生命体、有機物、有機体。どうしたの、ひどい顔してるよ。ここで悩みを忘れていったら。やらなきゃいけないことがあってさ、その後ハメを外すつもり。また会えたら一杯おごってあげる。うん、デートだな。おお、サンゴみたいだね。また店あるぞ。掛け事が多いことで。あれ、人形じゃん。散財すりゃ気が晴れるかな。ガモーラにあげたら喜ぶかもな。やめとくか、ずっと持ってなきゃだもんな。いくら？750ユニットか、意外に高い。うん、こんなとこにログがあるぞ。誰のだ。エッチーニューブ。オーディンにふさわしい美味かつ手頃なカクテルとなって現れた。オーディン。ソウとか出てくるのかな。カフカを起こしやがった。どっか焦げてるはずだけど、見てもわからんか。俺は気づいたんだ、ワイヤーに近寄らない方がいい。うわ、カジノがあるぞ。どんだけ遊び場あるんだよ。うん、どっから入るのあれ。あ、どうした、払いたいのか。痛みを癒せるのは時間だけさ。光が見えたんだ。俺は未来を知ったぞ。みんなも祝おう。開かないね。てかみんなどこ行ったの。拾っとくぜ。あ、いいもの発見。どうやって行く。ちょっとまだね、スターロードとね、ロケットのコスチュームゲットしてないから。何の匂いだ、それ欲しいけどな。うわー、これが宇宙の食べ物か。ちょっとあんた、ほとんど骨と皮じゃないか。市場で辛気臭い顔なんかしない。熱々の飯を食えば気分が良くなるよ。フームパイ。腹は減ってんのかい。いや、また今度プロテインペーストで満腹なんだ。栄養満点でも味は一切なし。なあ、私はそんなベージュの食い物は嫌だね。うわ、後ろ芋虫じゃん。大体ここにいるから。フームパイ、チャーチョガドックス、カーボズヌードルズ。おいしいのかな。見た目的に全然おいしそうには見えないけど。
ピュ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 。ああ、やられた。あ、ちょ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 、盗まれちゃったよ。ほら、なんか今日はついてないな。手癖悪いな、ここの子供はよ。遊んでやったつもりがすられちまったぜ。お、来た。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスターロード、あとロケットだけだね。早く見つけて、ちょっとみんなをね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの MCU スーツにしてみましょう。まあ、とりあえずセキュリティタワー行くか。いやー、お金使うつもりはなかったんだ。ユニットを使うつもりはなかったんだ。すられちゃってね。しかも900ユニットだぞ。コスモ、いるかな？橋、閉鎖中。通れない。本当に閉鎖してるか？スーツ見ろ。ノーウェアの警備員だ。正真正銘の別の道、裏通り行け。俺はコスモに会いたいんだ。コスモはタワーいない。外出している。スターロードあっちだ。待て、なんで俺の名前を。行け。行かないとコスモの牢入るか。本当に警備員か、本物か、偽物な気がするんだけど。浄水タンク、うーわ、スラム街じゃん、これは。宇宙のスラム街、怖いね。何かが出てきそうだ。またさっきみたいにカツアゲされるのは勘弁だぜ。まあ音楽聴くだけか。いいね、でもね、こういうところで。うわー、宇宙のネズミだ。可愛くね。まあでも、地球のネズミも可愛いとは言えないけど、人による。まあハムスターとかは可愛いかもね。こんな裏道誰が通るんだよ。足2本しかねえ。ハリセンボンみたいな体格してるね。何これ、いるのか、コスモ。タイヤ。ああ、雲行きが怪しい。コスモはこの腐った脳みそ迷路のどこかにいる。これ全部脳みそ。え、気持ち悪い。本当に摘出してんだな。なんだここ。まあいい、とにかくコスモを探そう。で、チームを立て直す。会えればだけど。なんか嫌な予感がするよ。モンスター出てくんじゃないのか。ガモーラの真似をする。ドラッグスの真似してみるか。怯えているのか。俺は無敵の野獣だ。何も恐れん。だが、お前はこの迷路で死ぬ。スターロード恋しいんだな。なんか今影が動いた気がするぞ。左から行ってみよう。コスモ、お前か。あ、迷路は嫌いだ。くっさい脳みその迷路は特にな。よし、深呼吸だ。吸って吐いて。なんかありそうだよね。こういうところに限ってコスチュームがあったりするんだよ。にしても迷路すぎるな。この上から登ってさ、この脳みそから行こうとしても脳みそだから硬くないんだろうね。ぐちゃぐちゃってなんのかもしれない。もしかしてぐるぐる回ってないか。こっちから来たよな。で、左に行ってぐるっと回ってきた。ということはこっちか。このまままっすぐね。
どんな匂いするの？誰だ？何かがいるのは間違いない。でも脳みそバッグでわからない。お、グルートの間をね、閉めようぜ。私はグルート。そんな奴に優しくすんな。わわガガウス。似てたな。私はグルート。私はグルート。心臓発作を起こしそうだぜ。あれも脳みそか。腐ったらこんな形になるってこと？私はグルート。臭い。グルートって嗅覚あんのかな。開けた場所に出たぞ。これ何？イルバプロセッサー。あ、これをチューブに変換する。脳みそはここでチューブになるんだってさ。ガレック。わあ、広い。誰もいないや。あれ、さっきの。でけえ、ハルク並みにでかくねえか。え、二人？まずいな。これはこれは。気をつけろ、スターロード。汚ねえテラ人がこんなとこで何してると思う、ロッソン。隠れてんじゃねえか、ガレク。だな、テラ人はいつも隠れてら。テラ人ってのはちっこいからな。ああ、食いやすい。ああ、そうかもな。ああ、けど。賞金首だ。なあ、おい、あんたらコスモのオフィス知らないか？あと、さっきから気になってたんだけど、まさか探してるの地球人？わかるよ、わかる。地球人ってみんな似てるし、あんたたち二人は全然似てないもんな。何が言いたい？俺なら探すのを手伝えるってことさ、その地球人を。テラ人はみんな似てるからだ。けど背中に言葉が書いてあるぜ。手配書通りだ。そりゃなんて書いてある？ああ、ノーウェア大好き。スターロードじゃないのか？どっちでもいい。やっちまえ。おい、なんだよその合金。気持ち悪いな。俺らの仕事は、まるでアスカルドのあの鉄の鎧じゃないか。あら、だら、そんなやつはいっぱいいると思うぜ。バイザーで追跡。あ、これか、さっきのなんか勝手に反応があったやつ。かなり短期、突進を誘発できる。こいつは短期、短期、かなり短期、踏みつけ攻撃を誘発できる。こいつか。待てろ、そう。確かレディーが。おう、突進してこい。オラオラ、突進突進。レディー、ヘルメンダーがいくらで雇ったか知らないが、その倍だぞ。こっちから、こっちこっちこっち、こっちを撃っとくよ。3倍、3倍払うから。こいつビビってるぞ。全然突進してこねえやんけ。ダメだ、なーにも効かねえわ。頭とか。殴れる？あ、無理だ。勝手な。飲み物持ってきてくれないか？チャージショット使ってみるか。チャージショット。ああ、全然効いてないよ。いやいやいや、ちょっとタイム。心臓がバクバクいってる。明らかに合格だし、やめにしないか。なわけねえ。俺らは完全無敵だ。ああ、そりゃまずいけど、俺たち全員プロだろ。話し合えば妥協点が。
おガモーラナイス。これからオッケー、よろしくガモーラ。これどう、聞いてねえぞー。とりあえずロッソンからやろう。ほっとけ、無理か。あ、なんか来てんじゃん、ロッソン。マジか、どうしようもできねえ、これ。最初から変だと思ってた。なんでそう俺にこだわる。あ、腕だけ外れた。粉々にしてる。自分の呼吸でしたら最高のタイミングだ、ガモーラ。オッケーオッケー、ガレックからやるよ。ガレック、あとちょっと、あとちょっと。何来てんの、当たってないよ。私が囲まれないようしっかりやって。ちょ、あ、でもシールド剥がれてる。オッケーオッケー、ちょっとタンマ守りが固くなるみたい。切り裂け、ガモーラ。切り裂いてー、られるかな。やっちゃうよー。おお、ドラックス。え、頭も硬くなるの。ああ、二人一緒だと勝てる。よし、3対2だ。ジャンプしちゃおうっと。ケガモラ、こっちからやっとくよ。あー、エネルギー切れるわ。隙を狙って何かしてほしいな。今いけるか、無理か、まだやめておこうかな。よし、離れた。短期だな。もっと戦略的に行こうぜ。頭まで脳筋、ドラッグスより脳筋なんじゃない。よし、ロッソンやっちゃおうぜ。撃ってるよ、撃ちまくってる。あー、こっち来た。ドラッグス、おっと、ドラッグス、押さえとけ。あ、なんだ、え、ピーター、あ、どういうことだ。ちょ、なんだこれ、どうしたの。進め。あれ、いいでしょ、生かしてるんだ。ゾンビが地球を侵略するんだけど、子供たちが全員ぶっ倒すんだよ。そういうことは覚えてるのね。お弁当箱はいつも忘れていくのに。気をつけるよ、いつも通り。まだよ、出かける前に話すことがある。渡すものも。$20？こら、パパからの久々のプレゼントってとこ。私のベッドにあるわ。キッチンを片付けるから取ってきて。一緒に開けましょう。あ、そういえば一緒に開けるって言っておきながら勝手に開けちゃったな。あれはなんだ？ワンちゃん。MCU にも出てきたあの犬かな。宇宙服を着た犬かな。待ってはくれないか。聖徳権って知ってる？それはあなたの一部、名前のように。パパが宇宙に帰る前、まあまあ、こんなの変だし信じられないわよね。でも事情が変わった。今こそ私の言うことを信じて。これでわかるわ。うわぁ、ちょっと待って、これはパパのよ。私たちを守るため置いてったんだと思う。けどこんなのあってもね。
それでもあなたが信じるきっかけになるなら意味はあったのかも。何から守るの？パパはただの宇宙人じゃなかった。重要人物だったの。狙われてたのよ。狙われてる？誰から狙われるの？詳しくは知らない。パパの国は戦争中で、もし一緒にいたら敵が来ると分かってたみたい。だからパパは決めた。国のためにここを離れるって。パパが地球を離れてから13年静かに暮らした。でも何かが近づいてきてる。ママ、一緒に遊びたかったんならそう言ってよ。私が間違ってることを願うわ、ピーター。本当よ。でも王族の血を引く子供はどうしても命を狙われるものなの。あなたはとても勇敢よ。でも知恵も必要。何が起こるかわからない。出してあげないとすぐ戻る。なんか嫌な予感するな。てかこれ父さんのだったんだね。すげえ。おお、やば。やめて。え、あ、これチタウリじゃん。サノスの軍団だ。ちょっと待って、戦うの？マジかよ、戦闘かよ。ワンちゃん大丈夫か？今行くぞ。どこ行った？ワンちゃん、犬どこだ？チタウリくたばれ。ちょっと待って、やべやべ、こっち来た。あいつら何なの？ママ、やべえなやべえな、めっちゃ来んじゃん。脳死もできないんですよ。一回家に入んないか、無理か。父さんなんていなくてもやってやる。でかいチタウリだな。ママちょっと怖いよ。勝った。されたのか。離せ。おお、めっちゃいる。かわいい。なんだ。おお、かわいい。おお、かわいい。お前ら運がいいぜ。もうちょっとで殺せられたのに。寄らせたな、正しい。同じことだろう。元気だな。ハゲ足取りやがって。ああ、まあいったな。さっさと殺せばよかった。お前以外はな。するっぱげ野郎。レディーがお前だけは生かしとけたという。痛めつけた上でな。任務に失敗したわけか。いじめだな。リーダークイル。この三流賞金稼ぎどもは、レディーヘルベンダーが雇ったよ。はい、俺らは。いや、それ、あ、犬いなくなった。どこ行った犬。違う、軍団じゃない、軍団だろ。あー、どこ行った？あれ、とにかく可愛かったのにな。もうちょっといてほしかったぞ。アルファケンタオリより宇宙の果てまで追ってくるんだろ、あいつ。モンスターが来ると思っていた。こいつらではなく、本当ならぶっ殺せてたのに。あ、こいつら、ヘルベンダーのやつら。まだまだ来るぜ。もう厄介なことなってんじゃん。やったな、ドラックス。
この俺たちは警備員の家だ。俺は無実だ。だな、見てろ。いないのか。そのうち仲間が助けに来るってな。きっとすぐだぜ。俺らに殺された方が良かったな。黙っていろ。あ、エレメント使えたりしないか。無理かな。無理だな。開けてくれナモーラ。来てくれて嬉しかったよ。欲を言えば最初からいなくならないで欲しかったけど。ずっといたよ。楽しくやってたのにふと気づいたらまた俺をおとりにしたのか。作戦成功だな。成功しすぎて刑務所行きだけど。人は誰も自分という檻の囚人。なんかうまいこと言ってるけど、でもこんだけ棺桶、棺桶じゃない、檻あるのにさ、捕まってるの5人だけなんだよな。ね、おいコスモ、ちょっとマジでトイレ行きたいんだけど。誰か、あれグルート、ちょっと捕まってんじゃねえかよ。聞いた、この注意引っ掛けなかった。こんなもんじゃねえぞ、覚悟しな。いやー、おーさん、おい、こんなとこで会うとはな。うるせえ、兵六玉。兵六玉、うん、どうしようもねえ、マヌケがよ。黙って入ってろ。おいおい、ロケット、どうしたんだよ。そりゃこっちのセリフだ。もう抜けたんだよ、こいつと話すな。ロケットな、俺たちいいチームだったろ。二流の賞金稼ぎなんかやめとけって。失笑。なんだって？失笑っつったんだ。だったらただ失笑すりゃいいだろう。おお、俺の表現にまでケチつけんのか。お前マジクソ野郎だわ。私はこの野郎だっつったんだ。つまりなだめてみるよ。ロケットな、お前をワンときワンしてやな。あ、ワンだ。ワンはグルート。ワンコ扱いか？何百回言わせんだ。俺は動物ばっかじゃねえ。ワンなのワン。ワン野郎が。私はワン。ワンワンワン。おい、どうした。あれあれ、これはどういう魔術だ。ここはどこ。まだノーウェアにいるぞ。コスモ。あ、コスモか、これが。ちょうど会いたいと。おー、行っちゃった。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。もっと恐ろしい精神の牢獄行きが嫌ならば、連続体皮質へ忍び込んだわけを白状せよ。忍び込むって。ニエツ、コスモに嘘は通じない。ピョートル・クエル、ブラッド・ブラザーズと結託したな。派手に陽動したのだろう。やかましいアライグマと木の同胞が連続体皮質を使えるように、それも身勝手な理由で。コスモは知っている。お前たちの船にノバトラッカーがついていること。あ、ロケットを裏切るわけはいかんな。団結しよう。いいか、これは何もかも大きな誤解だ。だよな。だな。私たちがここに来たのはノバロックで。お前たちノバロックに行ったのだ。ああ、来れる隊長に罰金を払うためだ。それが妙な信号が銀河中を飛び回ってる。まるで春のウサギのよう。コスモ部下に調べさせたが戻ってこない。今度はノバロックから同じ信号が。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、見たことを教えろ。ノバ同士で殺し合っていた。なんか変なもんでも飲んじゃったのかね。カルトにはまったか。だね、約束がどうのってやつら話してたし。はい、直ちに。フラタニティオブラプターズ、ネガティブゾーン邪教団、真実を宗教会。おっと、そこでストップ。そいつらだ。で、そのじいさんのシャトルがハラズホープで爆発した。最高統一家のレイカ、真実の宇宙協会の指導者。コスモは覚えている。古いカルト、銀河戦争の頃は強大な宗教だった。今は違う。ザ・ロックから出てる信号って、もしこの宗教がまだ。ニエット、
真実の宇宙協会は死んだ。金色の神と共に。俺たちでハラズホープを調べてくるよ。ああ、私もこの。ああ。部下が戻ってこないんだろ。おそらく手が足りてないんじゃないのか。俺たちも真相が知りたいし。な。たち。だから調査に行かせてくれ。また手玉に取るつもりか、ピョートル・クイル。ボール遊びに興味はない。ボールね。遊んでんじゃん。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、要求は？簡単さ。容疑の取り下げ。あとワールドマインドに罰金免除を依頼してくれ。それだけ。それは簡単ではない。認めろ、ワンコ。俺らしかいねえ。俺ら？今だけだ。他に当てがあるなら別だがよ。ここが母国ソビエトなら、こそ資本主義のクズなど信じない。しかし故郷は遥か遠くだ。要求は飲むが担保が欲しい。ミラノはノーウェアで預かる。は？俺たちの船を？俺のだ。船なしでどうやって行く？アライグマに聞け。さあ来い、時間は貴重だ。ミラノ以外どうやって行く？黎明期の居住地、ティバングループが来る前からあったところ。それって初期の採掘コロニーのことだ。でも今はほとんど廃墟。もちろん立ち入りも禁止。鼻息が。わあ、綺麗だね。何採掘してたんだろう。お前たちが押し入った場所か。押し入るほどの警備じゃねえ。おい、これが連続体皮質か。ノバの船が動き出す前に乗り込む一番いい方法。コレロを見つけたのか。どこにいる。ノバの船、エリドラ星、ある惑星の軌道上。コントラクシアか。アライグマ、ゴミ惑星を好むとは。コスモは驚いた。連中の便所は貴重な情報源だ。今惑星全体はノバロックと同じ信号を出してる。目的や意図はコスモ分からない。酒場や賭場や女たち。正直あまり惜しくないね。不本意だが暗殺者に同意する。あの時は楽しそうだったけど。黙りな。今安心させるぜ、ガーディアンズ。コントラクシアを救おう。簡単に言わない方がいいと思うけど。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだろ。使命を果たすんだ。ついていくぞ、ピーター・クイル。いいのか。もちろんだ。胸が熱くなったぞ。ゴマスリーやろう。この場所どれくらい知ってる人いる？ぼちぼち。銀河中に宣伝はしてない。だがいろんなところから研究者来る。もしサノスに知られてたら。はあ、サノスは死んだ。もうその心配ない。ネズミがお前たちの警備をかいくぐったとは驚きだな。本当にサノス死んだのか。招かれざる場所に入るので有名。おお、一本取られてご機嫌斜めか、ワンちゃん。ああ、コスモ行っちゃった。コスモの先祖はオオカミ。ピョートル・クエルのような人間も恐れをなす。アライグマ、よく気をつけた方がいい。かかってきな、ワンコ。じゃあ、というところでね、今回は終わっておきましょう。また次回。